そえ互いのダンディズム、ヒゲダンディ。出ました、2つワクワクドイツゲーム実況プレイ。ダンディ、それは腕力でも財力でもない、ヒゲで決まるものだ。ダンディズムはヒゲに宿る、この言葉を信じた者が今宵この場所で最もダンディなのは誰かを競い合う、競え互いのダンディズム、ヒゲダンディ。男の価値はヒゲの質で決まる。ダンディとは無縁な生活、マネージ大活躍するよ。ヒゲを生やすならダリハ。いやもうダンディになりたくて、いやもうダンディになりたくてしょうがない。このヒゲつけたらダンディになる。いやそんなわけね。ダンディというわけで、今宵ここに集まりし4人のダンディたちで行われるヒゲダンディ、ゲームのルールとしては簡単。このヒゲのダンディのダンディさを表すヒゲのカードを自分の鼻の下に置き、このヒゲの優雅さを皆さんで褒めたたえ合いながら、誰のヒゲが一番ダンディなのかを競い合う、まるでインディアンポーカーのようなダンディーゲーム、それがヒゲダンディ優雅な遊びだね、気品があるな、それじゃあ今宵ここに集まりし4人のダンディーたちで、ダンディー小屋って言ったよ、ダンディー小屋小屋ここに集まりしって言ったダンディーダンディーダンディー小屋ここに集まりしダンディーたちに最も誰がダンディなのかを決め合おうじゃないか、じゃあそこのストールダンディからよし、ではそれぞれのヒゲを渡すいいかね。もちろんだ、始めようじゃないか、ダンディ、ダンディ。ほう、では、それぞれのヒゲを褒め合い、品評し合いながらゲームを進めようじゃないか。じゃあ親のヒロ、誰かこれこの勝負に降りる者はいるか。いや、まずは相手のヒゲを褒めようじゃないか。なるほど、お互いそれぞれ。いや、さすがヒロはまあ親としてね、立派なヒゲを、立派なヒゲは当然といったものだ、これはいいヒゲだ、いい艶もある、なんかね、井川くんのね、そのヒゲもね、なかなかね、素敵じゃないか、丸気があってね、いいと思うよ、この角度がいいね、顔がね、素敵だね、ありがとう。マネジも、マネジもちょっとふっさふさで、ふっさふさか、ダンディーさを、確かにこの量はダンディーさを示している。ありがとう。ただちょっとダンディーかというと、どうかな。なるほど、小さくまとまりすぎてる、なるほど。その点で言えばアミ君もそうじゃないか。ああ、そうか、マネージと見比べるとちょっとシュッとしてる、ありがとう。なるほどね、さあどうかね。私は悪いことは言わない、アミ君は降りた方がいいと思っている。それはもしかして嫉妬に駆られているんじゃないのか。あんまりダンディーとは言えないな、みんな。そういう意味だと私はマネジも降りた方がいいんじゃないかと思っているよ。なるほど、では、どうしたんだいマネジ。いや、私はあえてそのヒロ君の助言に従おうかな。
まあそれも一つのダンディズム、うん、よし、ここは一つ降りるダンディ。なるほど、なるほど、降りるダンディ。二人はどうだね。うーん、いや私はね、これでもヒゲには一カゴンがあってね、このまま続けさせてもらう。イワちゃんはどうだね。まあお二人ともなかなか立派なヒゲを持っていらっしゃるので、で私は降りさせていただこう。おお、なるほど、なるほど、そうか。じゃあヒロでは次ポイントを上げて勝負といこうか。なるほど、このまま勝負といかずにポイントを上げて揺さぶりをかけると、そういうことだい。そうだ、どうする。相当自信があるようだけれども、しかし私も一発のダンディを気取るんだ。ここで負けるわけにはいかないな。行こう。ではここで勝負といこうか。ではヒゲの長さを測ろう。ではヒゲの長さを測ろう。さあどっちがどうだったでしょうね。あー、まさか。そういうことか。そういうことだったんですよ、お二人。そうか、このくるくるマークがついているヒゲは何ダンディだっけ。逆ヒゲ。逆ヒゲ、うん、これはあの小さい方が勝ちになる。なるほど、特殊な、うん、そしてヒロノも特殊な、うん、ヒゲで、これはキラキラヒゲです。このヒゲはこれはね、勝ち負けのポイントが2倍になるっていうね。いやー、特殊なヒゲだよ。私のヒゲはスペシャルヒゲだった、うんうん、なるほど、私のヒゲはスペシャルヒゲだ。どうてんの夢だ。ということはどちらも勝ちだね。勝ちか、勝ちだ。そうだね、うん、そうだね、うんうんうん、そうだよ。ね、複数にいた場合は全勝ちとするんだろう。うわー、危ねー。互いにダンディーということ、ダンディーということだな。ただしどちらも短いという判断で勝ったと。まあダンディーさんは ね、時代によって変わるから ね、うん、流行りがあるからね。ちなみに何だったの。ああ、なるほどね。下手したら負けます。ああ、なるほど、だからイカちゃん降りたのか、うん、なるほど、うん、というわけで、今回ポイントをアップしたので、うん、6ポイントが2倍になって、だから12ポイント。12ポイント、これはいきなり勝負あったかもしれないかな。これは、キラキラヒゲの実が2倍。そうなだと思うよ。なるほど、なるほど、なるほど。アミダンディにはその2倍ポイントはつかないんじゃないかな。なるほど、うん、じゃあ今回はヒロダンディがヒロが、12、キラキラダンディで12、うん、で、アミ君が6、うん、で、降りた2人が1、マイナス1、マイナス1だね、うん、1回目で降りてるからね、うんうん、という。なるほど、うん、では親ダンディをイガちゃんに変えて、うん、もう一勝負といこうじゃないか。うん、よかろう。じゃあヒゲを配る。笑うんじゃないダンディ。それはその笑いはダンディじゃないな。うん、ヒゲを配る。うん、じゃあ掛け声をお願いするよ、うん、ダンディ、ダンディ。おお、いや、みんななかなか立派な。いや、みんな立派なヒゲだね。立派なヒゲだよ。なるほど、ダンディズムとはね、まさにこれだね。ダンディ。マネジは随分お年を召したようだけれども、ヒゲってさ、そういうもんじゃない。あ、ダンディ、ね、違うか。なるほど、ただまあヒロもイガちゃんも、今回はやめておいた方がいいかもしれないね。なるほど、そうか。ほう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 。
アミダンディ、そのヒゲはどうやって手入れをしているんだい？おう、これはもう日々の蜜蝋でちょっと言って、ね、蜜蝋で言って、うん、アミダンディはすごく立派なヒゲだな、うんうんうん、そうだね、実に立派だ、実に立派か、うん、実に立派か、実に立派だ、実に立派だ、私は叶わないかもしれない、うん、いやいやいや、ね、ヒロダンディね、なかなかそのヒゲすごいよ、ヒロダンディもなかなか、いやいやいや、うん、マネチダンディはどうかね、これはどう判断すればいいのかな、私は。マネチダンディはね、マネチダンディは、まあ、ダンディはダンディだよダンディはダンディ、うん、ダンディはダンディだけど、うん、まあ、ややダンディそうかな、まあ、我々の土俵で勝負するのであれば、うん、まあ、怪我をしても知らない、自信があればやってもいいんじゃないかな、なるほど、うん、そんなレベルか、うん、うん、岩ちゃんダンディはさすがだな、おお、立派な、おお、立派だよ、縦横に立派だね、縦横に、うん、縦横に、うん、うん、うん、さあ、親の伊賀ダンディ、うん、もう品評はどうだな、どうかな、うん、じゃあ今の品評を得て降りたいというものはいるかい、うん、まあまあ降りようかな、勝負しようかなとは思うんだけれども、うん、うん、まあここはね、うん、一つ私もね戦ってみようと思う、うん、降りるんじゃないかな、なるほど、うん、そうなるとだ、まあ私もちょっと思うところがあるので、ここは勝負といこうかな、うん、なるほど、なるほど、では、私もそれに付き合おう、うん、うん、よし、分かった、うん、じゃあ、ポイントを上げて、うん、また、見るが、うん、なるほど、なるほど、いや、ここでポイントを上げる、上げる、上げると、うん、が、ここでまだ降りたいというものはいないか、ね、ポイントを上げられても我々のダンディに揺るぎはないね、そうなんだ、揺るぎはないね、ここで、ね、私はいいかな、うん、みんなが私を見る目がちょっとキラキラしていたので、ちょっとここは勝負に出たいと思うよ、うん、なるほど、うん、ヒゲダンディー、どうかな、紳士っぽさがすごく表現されたと思うな、うん、いや、とてもいいと思うよ、うん、うん、とてもいいと思う、うん、が、うん、正直に言ってくれ、いや、立派だぞ、うん、立派だが、まあ、だが、ただその掛け声はふさわしくない、ふさわしくないかなもし、ここに王冠のマークがついているヒゲだった場合、私はヒゲダンディというと自動的に勝利になるのだが私はダンディじゃないようだ、アミダンディがヒゲダンディを宣言したということは、もうこの場にはヒゲダンディはないということだ、なるほど、なるほど、いや、降りた方が得策だったから、まあ仕方がない、うん、じゃあ揺るぎないダンディをかけて、うん、ここで勝負といこうか、うんうん、よしじゃあ、うん、何を笑ってどうしたんだな、ヒロバーディヒロダンディ、ヒロバーディ、イガちゃんだ、イガダンディ、いや、なんでもない、うん、じゃあ己のヒゲをかけて、うん、ダンディチェックと行こうじゃないか、あ、行こうじゃないか地味あおあさあ、また逆逆ヒゲが出たわけだけれども、じゃあみんなヒゲチェックをしてもらおうかな、ダンディチェック、うわ、こんな時に私のヒゲはダンディだ、シンククールダンディ、一番高いダンディだね、スペシャルだ、私のヒゲはダンディだということは最近の時代の流れは小さいヒゲの方がスマートということで、ダンディということになるな。
ダンディ、ここはマネジダンディが今回は6ポイント。ダンディ、そしてヒロダンディとイガちゃんダンディがマイナス4点。マイナス4、マイナス4点。ダンディ、そして私もアップの後にそうだね、負け宣言をしてるな。うん、私もマイナス4点だな。なんで、なんで早めにいかにマネジを落とすか考えていたのだが、なかなか落ちなかった。よかった、よかった。